すいません、はじめまして。はい。ヒカキンでます。あ、ヒカキンさん？はい、よろしくお願いします。ちょっと顔疲れ、はい、はい、ちょっとだいぶ今ちょっと待っちゃって。今ちょっとツイキャスで生放送してるんですけど。あ、本当ですか？うん、よかったらちょっと。いいですか、いいですか。え？何ですか？ヒカキンさん、ちょっと顔暗くないですか？え、なんですか？顔ちょっとヒカキンさん、暗くないですか？暗いですか？まあ、ちょっと初めましてですね。いやいやいや、いつも見てます。コメントで、はい、まあ、初めましてじゃないですか。初めまして、はい、なので、多分知らないリスナー多すぎて、はい、ガチで本物だと思ってる。あ、どうもありがとうございます。いやいやいや、すみません。でも、はい、二世紀人さんですよね。いやいや、ほとんどヒカキンです。こだわりがあるんですね。はい、はい、よろしくお願いします。味噌菌は食べていただきました？味噌菌食べました。あ、どうでした？あ、すごい美味しかったですけど、はい、2度目はないかなっていうのが僕は思いました。おい、おい、おい、何が2度目ないんだよ。ちょっとお高めかなっていう。あ、ちょっと高いですか？ちょっとお高めかな。美味しかったでしょ？美味しかったですよ。あ、美味しかった、美味しかったですけど、ね、あの値段払うんだったら隣の蒙古タンメン買っちゃうかなっていう、そういう。でも非常に美味しかったです。そんなはっきり言う人いないですよ、僕に。すいません、よろしくお願いします。二世紀と申します。いやいや、お邪魔しました。お願いします。すいません、ありがとうございます。ほら、ポケないんです。ポケか。すいません、ちょっと大丈夫。あ、全然大丈夫です。ちょっと一人ぼっちで。そうなんですよ、その人誰かいないかなと思って。足つけちゃった。あ、本当ですか？そう、誰かいないかなと思って探してたんですよ、今。ちょっと早く来ちゃって。ここなんか配信部屋みたいな感じ。あ、なんかそこにニコ生でよかも見てるかやってんの。初めまして。始めましたね。そうっすね。一人で来たの？あ、一人で来ました。みんなじゃ一人なんだ、バラバラなんだ。めっちゃ。二世紀さんも一人。あ、はい、二世紀さん。はじめまして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 。すいません。まあまあまあ、座りなさい。あ、すいません。すいません。そうだ。めっちゃいい匂いするよ。あ、本当ですか？めっちゃいい匂いする。ポケ君の。はいはい。顔出しで、はい、人らしいでるとあんまないよ。あ、あんまないですね。ほとんどないよね。そうですね。でももう出ちゃってるんだ、僕顔が。いやいや、でも前に比べて垢抜けてイケメンになったじゃん。あ、いや、ありがとうございます。だってうなぎ食った時はさ、ねえ。あったけどね。ねえ。あったけど。ねえ。うん、全然。今だいぶ擦れて。あ、そうっすね。またライブとかやるの？あ、やれたら。あ、でもやりますね。今ツアー中なんで。あ、そうなんだ。そうなんです。これ終わったら明日広島行くんですよ、僕。え、この後すぐに？そうなんですよ。あ、これ明日なんですけど。そうなんですよ。だから、なんで。忙しいじゃん。もういろいろ。今日初めてなんで、人の結婚式来るなんて。あ、そうか。そうなんですよ。でもめっちゃ緊張してて今。初めてか。いろんな人来るからね。そうなんですよ。スーツとかもめっちゃちゃんと買ったんですけど。マスコミもいたからね、マスコミも。あ、そうなんですか。カメラ持って。そう、あっちでなんかふざけた格好の人いて、え、何しに来たのと思って。なんかツタンカーメンみたいな。あ、ツタンカーメンみたいな。どういうことっていう。そうだよ、ツタンカーメンのコスプレしてる人とか、はい、あと入り口のところに、うん、なんかちょっと体の大きいオカマっぽい人いるなと思ったら、はい、モンジョリだった。モンジョリさんいるんですか？そっかに、サントリー立った。異色すぎて。一緒に入るって言ったら、いやーとか言って、どうしたんって言ったら、なんかさ、直接の招待状はないから、はい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 、招待の招待で来てるから、はいはいはい、その人待ってるみたいな感じで入り口にいて。そうなんや。そう。いや、だから今日、なんか下にね、うん、あの、DJ 社長たち、うん、なんか、青白王子とかいっぱいいたんですけど、怖くて。あ、いたんだ。いたんすよ。あ、なんかユタボンとか飲みましたよ。結構いろいろ。めちゃくちゃよかった。ここで配信つけて勝手につけたら怒られそうやもん。そうっす。いや、どうぞ、うん、でも、ノリさんが来るんですよ。俺らのちょっと頭おかしい。配信つけてるから。そう。でも一応ヘズマに確認したから。あ、そうなんですね。そうそうそう、OK つけたから。よかった。俺、何やったのよ、今日。あ、来るかとか。いや、来るかじゃなくて、はいはい、ここだけの話、はいはい、そ、初めて招待もらったのちょっと何ヶ月か前だったんだけど、はいはいはい、暴れてくださいみたいな。なんかもう俺の誕生日だからどうしようか、どういう意味なのかなと思って。暴れてください、好きにやってくださいみたいな、はあはあはあ、言われたんだよね。それを鵜呑みにしていいのかどうなのかなっていうところに。いや、でも、うん、僕そんな LINE 来なかったっすけどね。なんかむしろなんか、うん、普通に LINE が来てくださいみたいな。なんかいいもんね。あ、そうなんですよ。そうだよね。かからせていただいたんで、うん、まさかなんか呼ばれるとも思ってなかったから、うん、呼ばれるでしょ、だって絡みある。だってライブにも来てたしね、チョコラビも。あ、そう、ありがたいんですけど、めちゃくちゃ。いや、だからすごいっすよ。逆になんか、うん、わかります？なんか自分が無名すぎて、なんか、いやいやいや、ポケ、いやいやいや、それはないでしょ。いやいや、
なんかそれはないじゃん。来る方が萎縮じゃないですか、うん、言い方悪いですけど、うん、ああ確かに、まあ、頭おかしい人柄悪いよね、柄悪いし、悪いよね、うん、頭おかしい人もいるし、うん、まあ、かといって有名 YouTuber とか、うん、たくさんの方がいる中で、うん、僕歌い手でバチがいいっていうか、一応ね、ジャンルは歌い手なの、ジャンルは一応歌い手なんです、歌い手、歌い手兼雑談企画とか、そうっすね、はあはあはあ、とかやってるんですけど、うん、だから余計もう何なんだろうみたいな、だからもう誰が誰なのかも全く把握できてない、把握できてないのもちょっと失礼だし、なんか話しかけられないよね、そうなんです、誰ですかとか言えないし、言えないし、そうかといって「焦げ仮面です」っつっても「うん、誰?」って言っても相手になると思うから、いやそれもだから本当になんか誰もいなくて、マジで、うん、うわどうしようってめっちゃ悩んで歩いてたら、モリさん配信してるから、ノリキさんがメインツアーでも確かにね、ニセキンさんね、はい、ヘズマ流ならではの組み合わせだよね、いや僕もはい、ちょっと開口しちゃいけないんじゃないかってメインツじゃない、誘っていただいたんで、僕断れなかったんですけどね、ちょっとね、ポケ君いて大丈夫、いやでもそうですよ、そうですよ、本当に、ね、え、でも、なんか、うん、なんだっけな、なんかセラちゃんが来るみたいな、なんかその知り合い来る、キモルさんが来るって聞いて、元ハメね、あ、うん、いや、マジでダメだから、あ、ちょっと言葉間違えた、その言い方良くないから、あ、はいはいはい、うん、それはやめましょう、もうちょっと綺麗にね、はい、はいはいはい、キモルさん、とんでもない規模の方見てるからそうね、言い方が良くないですよ、本当に気持ちよくなっちゃって、うん、気持ち、もう始まっちゃってる、始まっちゃってる、気持ちよくて言うことじゃないし、違いますよ、もうちょっと、もうちょっと違う言い方ね、はい、多少ちょっと知り合いの方が来てくれるから、うんうんうん、まだ大丈夫かなっていうのを思ってますけども、はいはいはい、なんなのこのメンツ、ニセキンさん、ポケ君、プローカーさん、横山緑ですか、一緒のメンツ好きの、ね、そうそうそう、今いる場もすごい、雷2発くらい打ったらおかしくないだから、そういう意味ではちょっと本当に緊張はすごいなっていう、だから、ね、逆に初めましての方も多いんで、そうだね、僕的にはこう新鮮味もあるんで、うんうんうん、そうそう、ニセキンさんも、うん、いやいや、よろしくお願いします、初めましてですしね、いやでも嬉しいでしょ、見てはいますけど、いや、本当に、いやいや、まさかお会いできるか、緊張して入ってきたんですけど、行ってどうしようと思って知ってる人がめっちゃいるんで、いや、まだいいんですよ、皆さんいますから、僕入った時、横浜緑しかいなかったんで、場所間違えたかと思いました、扉出たあっちがもっと柄悪いんですよ、あっちが柄悪いですね、だから、でもすごいですよ、いろんな方みたいなのね、ちょっと待って案外俺の隣、野田総理デブで、デブで固めたの、もう書いてあるよ、書いてあるよ、これ紙に、え、これ写していいの、本当だ、あ、でも、あんま写らない方がいいんじゃないあの人めっちゃ写してる、緑めっちゃ写してる、これやってるでしょこれ言っていい、これ言っていいよ、自分で、いや、俺の隣セラちゃんなんだけど、やってるでしょこれちょっと見せられないんだけど完全にやってるでしょ、組み合わせおかしいでしょ、まあでも、まあまあ周り、まあ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 、まあ、固まってますけど、固まってるけどね、いや、なんか予想してたんですよ、おかしいなって、これメンズすごいね、これすごい、めっちゃいますね、ものすごい組み合わせじゃない、これおでんツンツンって書いてあるねえ、ゆうかんって書いてある、ゆうかんもいるんですね、そう、あとあれだ、ブレイキングダウン系の人たち、まあちょっとね、個人もあれやけど、この横の並びすごい、すごいっすね、この DJ なんちゃらと横山みどりと加藤なんちゃら、加藤純一さん、そう、いや、フルで言ったらそういうことか、で、青汁なんちゃらで、これさんっすよね、やばっ、これ、横並び、俺の周りだね、野田総理とモンジョリなのえ、ね、一番前っすよね一番前やん、俺これ五十音順じゃないでしょ、これはここ違いますよね、セラポケ仮面って書いてある、違う、違いますよね、やっぱりね、やっぱあれじゃん、だからここだからいじってんすよ、あの人、元チンと元ハメって、だから元チンと元ハメはダメでしょ、元ハメもダメなのになんで追加するのダメだよ、ノリさん、しかもそれ、うん、いじってるますけど、うん、そのセラちゃんに申し訳ないですよね、僕からセラちゃん大丈夫です、セラちゃんどこまで落ちたんだよ、セラちゃん、それセラちゃん最近匿名やめちゃったの、あ、そうなんですか、そう、匿名入れてるとセクハラ米まみれになって最近匿名入れてなくて、それも今のセクハラっすからね、今自分、いや違う、そんなことない、本人いないから、本人いないから、そんなことない、久々に今ちょっと配信して大丈夫、はい、元気元気してる、元気、ちょっと今ちょっと電波悪くなっちゃったけどね、
なんか祝儀袋忘れてた一番最初のやつ受付どこねえ、のぐちゃんツイッター出てたよ FF 収録早くやれってあ、今日やる今日やる俺今日早めに帰るあ、そうなんだそう今やってんだやってる楽しいいや、めちゃくちゃ面白いこれで生放送じゃんよくご存知でみんなで行こう行きましょうみんなで行こうみんなでも追加する俺もだってニコ生入らないニコ生重かったでしょ全く入らないノダマスーツ。ノダマスーツじゃん。サカゼンで買ったの。珍しい。何してやってんの。いいな。ちょっと電波悪いけどね。電波悪いんです。そう。7階だよ。すごい人いる。お前ら、マスコミが大量にいると大量に。マスコミが。奥に。カシャ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 の。すごい。初めまして。すいません。一撃さんの先輩やってたんどこに座っていいかわかんない。みどりさん。お疲れ。おそして。え？あそうなの。思い出に思い出に。え、あれあの席じゃないでしょ。あれは違うでしょ。あれ披露宴じゃないの。これなの？これなの？これ決まってない。決まってないでしょ。決まってない。端っこの方が。今隣が野田総理で隣がモンジョリで大丈夫なんだ奥にポケ仮面っていうそうで一番端にリナリなことを飯田裕樹とスーパーカー王子なんですか前田なんかあったみたいあのスパーちゃんと親しくさせていただいてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします最近ね4日前ぐらい中学ぐらいの時に、はい、一度撮ってさせていただいてありがとうございます一瞬つって大丈夫ですか、はい、スーパーカー王子どうも初めまして、スーパーカー王子ですよろしくお願いします、ありがとうございますさっき1000万外で持ってる人いたもんえ1000万多分レペゼンの人使ってやばっご祝儀結構ね俺これはまだ2人から3名俺仲良しです。それ何も彼ちゃん。てかそもそも何彼氏いたの？なったよ。みんなそう言うんだけどね。あそうなんだ。だから昔に比べてそんななんかガツガツなんか配信出すっていう感じはなかった。いやまあリスナーさんだったんで。そうなの。ここに出したところ限定されちゃうから。出せなかった。そうなの。結構続いた。1年半ぐらい。あでも結構続いたんだ。じゃあ本当なの？ツイッターのリップみたいな。ネタが跳ねちゃってるじゃないの。違う跳ねちゃってる。こっちで。ちょっとだんだん近づいてる。そうね。ちょっとね。ちょっと近づいて前にあった時よりかはちょっとね。まあ、ちょっと水筒がいいや。コミュ障だからね。どうしよう。どうしよう、胸くん。汗すごい。すごいね。ここだけすげえうるさい。なんかね。あとはご飯食べなんで誘わないんだ。え？何？ご飯？え？何？今度行こう。最近ご飯行けない。ちょっと待って、めっちゃ待って後ろに。なんか結構後ろに。いやー緊張する。でも、奈々ちゃんももっとどっしりしてていいからね。どっしり。相方が私好きな人は多いんですそういう意味で。そういう意味で。マサヤシね、マサヤシが好きだと思う。あの二人やってるのを見てるの。なるほど。ピザラジね。北朝鮮の人。そうそう。ね、北朝鮮の人はあの、プリン商品っていう YouTuber をね。ちょっと待って。後ろにさ、壁際にシャムさんがね、立ってるんだよこれシャムさんがいるナルちゃん、ちょっと引いてここにシャムさんがいるここシャムさんそう、神がいるよ、神がいる神がいるわ何で俺じゃない知らない分かんない、誰か分かんないこっち見てよ、あっち全然違うの2年間のママ、7位ママだ、でも一人でなんか伝ってます、そうだよね、7位ママ、本物だ、
七重ママが来た瞬間にリナリナが立ち上がったから遊びに多分シャムさんあれでしょ、花嫁さんの裾をこうやる役なんだよ。覗き込む。いや、じゃあ子供みたいな感じで。獣ちゃんまだ見てないじゃん。でもなんかちょうどこの真ん中のお花を境に YouTuber 系と配信系に分かれてるんだよね。うん、そう。でもレプゼントは朝倉未来がいないから多分あっちのでなんかプレゼンターみたいな系なのやるんだよ。広いところに出るんじゃない。まずシゲちゃん。トムハッピーさん。はい、どうも石川さんです。はじめまして。よく動画、はい、動画でカードとか、最近僕ちょっとポケモンカードとか遊戯をやってるんですけど、まあ、それでおすすめ流れてきて、はい、ちょっと見させてもらって、ありがとうございます。これ生配信してるんですか。あ、そうです。今追加するところ生配信してる。あ、やった出てる。はい、あ、広角だ。そうです。ハッピー。すげえ。やってる、ね。いっぱい見てる。すごっ。え、1万4千人？あ、みんなが出てるんで。やば。集まってきてる。これ何のやつですか？これ追加するってサイトです。追加する。始まった。
アーメン。アーメン。アーメン。静かにしろ。さあ、ナナもこうやってね、やりたいですね。お呼びしていいですか？いや、もちろんもちろん。よろしくお願いします、本当に。誰もいない邪魔だって言ったお前。
お前ギリギリだよ。さっきからこの花にめっちゃ曲がってんだよ。これ熱いしよ。見ろよこれ曲がってんだよ。なんでここすげえ敷き詰められてんだろう。温度が温度すごい。ビチャビチャになっちゃってるから。本当にビチャビチャ。なんでこんな暑いの。暑いですよね。暑いですよ。特に暑いの。でっかいのが集まる。長えよ。飯まだか。熱っ。もう。シャムさん。シャムさんは。会えると思わなかった本当にシャムさんに。シャムさん、今生放送中なんですけど、ちょこっといいですか。シャムさん、ずっと立ってましたよね。で、僕、呼びたかったんですけど、ちょっと席ギチギチになっちゃったんで呼べなくて。元気ですか。元気。一時期ね、ヘズマと一緒によく動画撮ってて。シャムさん、今日何食べました、ご飯。カツサンド。かっこいい。カツサンドだよ。シャムさん。カスタードで、ありがとうございます、すいませんカスタードだね、思った通り声が聞きたいもん。あ、どうも、あれ放送中大丈夫ですか。あれ喧嘩したくない。あれね、生で初めてだった。初めてまして。でかいっすね。いや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 、でもだいぶもう落ち着きましたよね。もうあの時に比べて動画ちょいちょい見てますけどねえ。いやいや、で、こちらもすいません。久保田さん、いやいやいや、久保田サドルさんは、でも瀬山さん見てね、このジョイントで、はい、そう、また行かせてもらっていいですか。よくあの辺結構散歩配信してるんで、また行かせてもらいます。はい、その時は、はい、はい、ワッチの綿木って言います。あ、ワッチ、あ、すごいね、格好ね。これで来ていいって言われてる。あ、決まってんね。いや、いいと思う、いいと思う。ヘズマだからね。配信者の人来るからみんなこんな感じかなと思ったら、うん、誰も。あんた焼肉やってるでしょ。焼肉やってるよ。大衆焼肉の日曜日開けてねえじゃねえかよ。いや、あの深夜営業は始まりますね。ねえ、この前行ったら閉まってたからめっちゃ文句言ったぞ。配信中に。Wi-Fi通ったから。あ、通ったんだ。あ、あれ良くなったんだ。良くなりました。あ、本当？痩せた。久しぶり、嬉しい。もう今ダイエットしてて、ね、断食してます。仕事の調子はいい？いや、まあまあ。まあまあ、まずまず頑張ります。嬉しいな。シャムさんね。シャムさんってやばいよね。いや、ほんまに興奮してる、シャムさん。この前久々のね。はい、久しぶりです。はい。頑張ってください。エレベーター乗れるって。結構になった。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ごめんね。いつもね。いつもありがとうございます。おめでとう。なんかこんなにいい顔してる。めっちゃ白くると思わんかった。すごいね。シャムさんもおめでとうって。おお、シャムさん。シャムさんなんか競馬場のおっちゃんみたいな。競馬のおっちゃんみたいになっちゃう。ああ、皆さんありがとう。おめでとう。気持ちはカメラ回ってるずっとですよ。俺集合写真、ちなみに俺集合写真映ってないから。映ってないの。まさかのカメラマンやってる。うん、俺カメラマンやばくない。豪華なカメラマンだね。本当だよ。本当だよ。まさかのカメラマンやってんだよ。うん、ちょっと外出るわ。トイレ行きたくない。トイレってどこですか。あ、右ですか。ありがとうございます。ちょっとトイレ行こう。めっちゃ出づらいんだよね、マスコミが多くて。トイレ。あっ、シャムさん、シャムさんツイキャス知ってます。シャムさん、え、今はもう生放送とか全然やってない。あ、ニコ生。数あるサイトでニコ生選んだ理由は、居場所だから。居場所？匿名コメント好きなの。いろいろオフ会伝説とか言われてるじゃないですか。本人としてはあえていじられてどう思う。嬉しい気持ちなら強いです。もあるし、半々ぐらい。複雑な気持ちとか。それこそね、なんかね、イベントとかね、まだ得意じゃない。え、シャムさん、もう一回やりましょうよ。シャムさんもう一回俺やりたい。シャムさんもう一回やりましょう。リベンジですよ。今やっぱ力つけてるんだ。ナナちゃん、今日お綺麗ですね。いい感じですね。これはどっちから使うの。我々シャフなんでわからないですね。まあ好きに食べていいんじゃないのかな。これだけ真ん中出てるんですよ。それこそ王子の方が詳しいかもしれないよね。食べ方、マナーみたいな。真ん中出てるんですね。え、
すみません、存じ上げません。お勉強してきます。この金髪の人は天一郎さんって言うんだ。へえ。分からんな。誰か誰か。誰が誰か分かんない。ファイナルファンタジーでしか見たことない背中に羽が生えてる女性は。あ、うん、今日昨日電車で一緒になった。あ、一緒だったんだ。すごい。俺目があったんだけどそらされた。ただあのずっと配信してんの俺だけ。あ、俺と緑だけだよね。やっぱ俺ら頭おかしいんだね。おかしいよ。ずっとつけてる。俺と緑ずーっとやってるから。でもちょっと頭おかしい。だってさ、してもいいならしたいじゃん。まあね。そう、せっかくだしさ、記憶にも記録にも残るからね。あ、いい、全然いい。ちょっとだけいい、ごめんね、なんかこういう時だけしか合わない。でもこれってこの人2万個目から来たから。あ、本当ですか。そう、今探してたのよ。おお、え、ねえ、森さん、2万人もいるじゃないですか。みんなの今年もない。うわ、すごい。あとヘズマのおかげ。そう、それででも式の時めちゃくちゃ非常識な人多くなった。ノリさんはあの騒がず聞いてましたよね、もちろん。ちょっとさえてた、ちょっとで後ろから俺見てたんだけど、これが一番静かに石のようにじっとしてたよね。最前列で。当たり前ですよ。ね、結婚式、むしろ結婚式でしか会ってないよね。そうだね。そう。ねえ。ごめんなさいね。はい、申し訳ないです。楽しみましょう。主役がいるのよ。何を。ちょっと話しちゃう。袋持っててこれどうしたの、これ。これもう何青汁王子の祝儀がまさかの。え、20万円分のスクラッチ。スクラッチ、もうね、これもらった瞬間に、うん、もう1億当てちゃおうかなと思って。これ青汁王子のスクラッチ。騒いでたのこれなんだ。そうそうそう、一瞬現金かと思ったら。で、これ20万円分買ったらしくって。あ、すごい。でも結構あるじゃん。勝てよ、勝てよ。もうな、無理やろこれ。当てるぞ。いけるいける。当たったら言われるんじゃないのよ、やっぱ半分よこせって。うん、あ、確かに。いや、それは言わん方がいい、絶対言わん方がいい。すごい、言わん方がいい。うん、すいません、ありがとうございます。あ、何でしょう。ねえ、いや、行きますか。行きますか。戻りましょうか。そろそろでしょ。結婚お披露目パーティーをお越しくださいまして誠にありがとうございます。イエーイ、召し方は悪いみたいな。はじめまして。あの、大丈夫。本当に一番びっくりしたかった。電波もある。さすがにやだ。メンツがすごいね。メンツが。最強メンバーじゃ。ツイッターの下手にすんだろ。やっぱり。完全に巻き込まれてる。完全に巻き込まれてる。意外と小柄なんですね。ねえ、ね、これさ、そうそう、みんながでかいのかな、周りが。うん、どうだけんすけ、ごめんなさい。いつ、あの、渋谷の時にね、ちょっとお会いさせていただいて、はい、今ちょっとツイキャスで、せっかくなんでちょっとご挨拶ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、非常に楽しい式で、はい、ねえ、他にはない。まだちょっとこれ
これからもまだ出し物が、まだまだすごい楽しみです、ね、これからも幸せに頑張ってください。また何かあったら連絡いただければ、はい、ヘッドマンからでも、はい、頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます、どうも。またからしない実際これ。外警察いるらしいよ。え、なんで？なんか逮捕者が出たとか、なんか捕まったやつがいるとか、なんかいろいろ。外はなんか盛り上がってるらしいから、帰るとき気をつけないと。分かった。帰りは気をつけない。うん。ユタポン、ユタポンだ。ユタポンが悪く言ったでしょ。いや言った。言ったでしょ。ユタポンさん、こんにちは。どうもこんにちは。無断と石川です。お、知ってます？知らない、知らないってやっぱり。いい、どうも。いいよ、いいよ。ちょっといや、人の悪口を言うのが得意の。やめなさいよ、あんた、ね、やめなさいよ。ありがとうございます。違うか。すげえ大人しいじゃん。めちゃめちゃ普通の子供って感じがするじゃん。普通だよ、これ。結構山口県でね、立花は休んだけどな。おい、立花、いや、すぐ来るかもしれない。あいつ酔っ払ってんじゃん、あいつ酔っ払ってんじゃん、酔っ払ってんだよ、俺。顔赤えもん。あれ、あれ、近藤さん。今ちょっとツイキャスやってるんですけど。ね、もう、初期の、まあ、TikTok のバズりって言えば、コントンさん言っても過言ではないですもんね。え、今お住まいどこなんですか？大阪です。あ、今大阪なんですね。結構いろいろ点々としてましたもんね。もう割とそうっすね。だからもういきなりこれ振っちゃ申し訳ないんですけど、例のあれ聞きたいんですけど、リアルで。いいっすか、あっちこっちでいいっすか？はい、こっちで。コントとコントの間ね、コントの感情はコントロール不能のないような。江島さんおめでとう、アルベスなんて口で言う。おっ、アドリブかっけー。ありがとうございます。始めましょう。ありがとうございます。
魚の切り身、後日店の関係者が発見し警察に相談したところ、今原田容疑者を乗せた車が出てきました。428円の魚の切り身1パックを盗んだ疑いで YouTuber のヘズマリュウこと原田翔太容疑者が逮捕されました。コロナ外国人に限らずですね、各地に行って、人を集めたりですね、接触、一方的に接触をするということをすることはですね、とても信じられない。こんバカチルが一体何てことしてくれるんだと。キリみたいなのにバイオテロ、 YouTube、 永久バン、裁判期間1年2ヶ月活動休止。じゃあけど諦めんかった。全部でダブルチケットの裁判です。ご覧ください。橘隆史、山口参院選、ルールを守れない人とか、あと周りの友達が万引きしてるって言ったりして、しーちゃんと出会った本番の教えです。フィールデンカーにさ、今は一瞬のどん底まで落ちた。大物ですね。コーラこんなにするんだね。
匂い嗅ぐだけで糖尿病になりそう。黒川さん、ちょっと出てくださいよ、ちょっと。いいっすか？すみません。黒川さん、最近どうっすか？最近も僕はもう大変、いや、それは立花とバトルです。ですよね。そう思ったら今日あいつ、はい、もう、軽病です。でもちょっと好きなんじゃないですか、立花さんのこと。やっぱり。いや、別に俺、個人、はい、いや、それは人間関係ありますけど。言うことは言えますけども、でもなんかちょっと感情ないと、いやもうあそこまで結構アクティブにいけないんじゃないかなと思って。ここまでしたらもうどっちかが死ぬまでやる。死ぬまで、はいはいはい、どっちかが死ぬまでやるんですよ。完全に粘着系 YouTuber になってるじゃないですか。いや違う違う、代表権争いしてるから。あ、そうですね、それはそうですよね。だって決着つくっていうことは、はいはい、もうそれどっちかが、はい、もう、まあ、死ぬっていうのは別に物理的には死なないけど、あれはもうじゃあもう裁判、まあ、裁判までも、いや裁判もこれから今いっぱいやってる。いっぱいやってますよね。いっぱいやってる。もう1個や2個じゃないですもんね。1個や2個で、そうですよね。いっぱいやってるよ、はいはい、なかなか派手にやってるよ。あの、期待してます、はい、いろいろネットニュースとか見てますけど、よろしくお願いします。盛り上がることは楽しいんで、私たちがあの、はい、銀行口座を手に入れますので、手に入れたらもう口座を変えていきます。ちなみに今日体調不良、立花さん欠席ですけども、はい、一言だけ最後、はい、立花さんがもし見ていたとしたら、立花お前ケビを使ってんじゃねえよお前、立花よ。ありがとうございます。すいません、お時間ありがとうございます。 NHK から国民を守る党の立花さんとバチバチやって、今もう N 党は国政団体ではないので政治団体という形で活動してるんですけど、立花さんがあの大津彩香さんという、まあ、女性の方を、まあ、代表にしたんですけど、まあ、その後やっぱりやめようかってなって、で今その大津彩香さんが代表なのか、その NHK から国民を守る党の方が斉藤さんだっけな、代表なのかってところでずっと争ってるっていう、でその大津彩香さん側で、プッシュしてるのがさっきの黒川さんという方なんですよね。サトルちゃん、はい、まだやってますよ。いやいやいや、これずっともう一日でつけてんじゃないですか。あ、もう生きがいなんで。だって俺、まあ、あの時喧嘩してるから言わなかったんですけど、俺昔見たことあるんですよ。あ、ちょっと、あ、はい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 、キャストかなんかで、あら、見たことある人なの。最近調子は、いやまあいろいろあるんだけど、もうブレイキングダウン関係あんまもう出ないし。いやまあ、まあちょっとまあそれはちょっとまだ、まあまあまだここではちょっと言えないけれども、まあ、でも顔色明るくなったっすね。なんかちょっと前に比べると、なんか練習とかもするようになって、はいはい、タバコとか酒も全部やめたんですよ。え、もう遊び関係全然、ギャンブルとか、あ、全然やめない。めちゃめちゃ真っ当になっちゃった。いやいやいや、めちゃめちゃ、またでもニュース期待してるんで、まあいい方で、いい方で、いい方で、あ、すいません、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。俺めっちゃ好きなの。マジマジでめっちゃ好き。寝落ち配信してる。え、これはチャンネル登録してる。マジですか。ツイキャスで登録してますよ。あの、僕ブレイキングダウンめちゃめちゃ見てますよ。え、僕のこと分かります。分かりますよ。送りますよ。星蔵さんでしょ。もちろん。この前僕見てくださいよ。ほら。あ、ほらチャンネルで通るし、通知通り。あ、待ってやつか。あ、はい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 。結構ツイキャス昔から好きなんですよ。そうっすか。まあ古いっすよね、ツイキャスは。そうめちゃめちゃ目立つ格好で。そうですか。いつもでかいっすね。いやいや、でもなんか俺ブレイキングダウンメンバーと会うとちょっと恥ずかしいんですよ。なんで。基本悪口しか言ってないんで。ブレイキングなんですか。それでめっちゃ俺前で。いや、めっちゃ喧嘩。ここで、はい、配信で。ずっともう口が強くて何言ってるか分からんじゃん。いや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 、いやでも好きで見てるんで。10年にとコラボしてる。ああ、家に来てくれて。そうそう、まあ、彼も結構昔から見てくれて、一緒にやろうみたいな。そう、今度行っていいですか。いや全然いいです。俺行ってきます。住所公開してますね。住所公開してます。やります。全然いいです。普通におしゃべりでなんか飯食いながら、ぜひ一緒に。マティアスも仲いいけど、マティアスも呼びましょうか。そしたらなんか、打ち解けて、はいはいはい、ちょっと柔らかい感じなんです。僕のマンツーだと全然いい。結構全然本当です。マジです。マジです。いや楽しいです。じゃあまたなんかツイッターからなんか連絡しますので。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、何？あ、かいかい、はるきさんがファンなの？あ、オッケー。わわわ。だだだ。じゃあ俺が話しかければいいのね。はるきさん。はじめまして、石川と申しますが、はい、まあ、我々ちょっとツイキャスで生放送してて、はいはい、まあ、モンジョリー藤沢奈々って言うんですけど、はい、春樹さんの大ファンってことで、ちょっと写真撮ってあげてもらっていいですか。プールの写真も見ちゃった。俺何なの、俺何なの。なんか春樹さんのチンチン見たことあるって言って流出、はい、でもいいです。あ、そうなんですね。あれ本物なんですか。
でもよく TikTok 見させてもらってます。ポジティブ足りないで。そうです。はい。動画めっちゃ見てて。でも炎上もありましたけど、そこからまたバーンと。はい。炎上じゃない、エンジョイしてる。炎上、あ、炎上じゃない、エンジョイ。さすが。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本物なの。これ何よ、これ。いる？いつも見てるんですよ。いや、あなたが。次行きましょう、次。次どこ、どこ行くのよ、俺らも。よくわかんない。何だろう、どこだろう、どこ行く、これこれはちょっと話した、話します、全部、まあ、本当ちょっと行ってみようか、結構話した、うん、これだ、もうね、これだこれだ、もう配信つけたらずっと言われてんのよ、ごめんね、2回目、お前らほんまに、もうすごいのよ、待って待って、ね、このスリーショットもうないでしょ、だからよかった、もんちゃんもんちゃんも中で、もんちゃんも中入って、うん、これこれ真ん中で、中はやと、ねえ、まあ、ないでねえ、あ、大丈夫ですよ、はい、こんな絵面ないよ、もうないね、次あれだよ、3人だから誰か死んだ時しかない、いや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 、え、結婚しないの、結婚しないの、ないないないこれでもないよ、ないないじゃあまた誰かの時にって感じだよ、ごめんね、最初ね、ごめんね、ありがとうね、いやもうよかった、よかった、もう大丈夫、もう大丈夫、他に何か、あれ青汁王子か、青汁王子だ、青汁王子もいるよ、写真だけど、またまたまた行く、またそれで行く、さっきの青汁王子までファンなの、ほんとまた俺、いやーきついしかも、さっき同じ鳥で絡んだ春樹さんが隣にいるから同じテンションで行くと、青汁王子で本物だよYouTube 見てるもん、ね、知り合い、いやいや全然知らない、知らない、知らない、悪口しか言ってないもんね、知ってるかもしれない、いや知らないよ、さすがにコレコレさんとか多分知ってるから、さすがに知らないよ、行きますよ、行きますよ、青汁王子呼ぼうよ、青汁王子野田のスキルで、知り合い、仲いい今は仲良し、仲良し、江戸様青汁王子、あの石川と申します、初めまして、今ちょっと追加戦生放送してますけど大丈夫ですか、知ってる、ニコ生の人、古くはニコ生からやってますけど、知ってる、知ってる、はい、ちょいちょいちょっと YouTube で悪口言ってますけど、言ってる、でもよく見てるんで言いたいこと言いたくなっちゃうんですよ、飯田との感想を言ってた、あ、そうです、まあ、彼とも結構古くて、ね、でも嫌いですよね、いやでも仲良くなりました、仲良くなりました、いろいろなんかね、バチバチやってますけど、飯田クソ野郎だって言ってた、あ、そうです、あいつは飯田クソ野郎なんですよ、でもいいところもあるんですよ、いいとこある、はい、ちょっとね、あの、あいつ痩せてイケメンになってた、そうです、最近、昔全然顔でもいじってなかったんですけど、なんか YouTube 行ってから大変なんですけど、でも彼も生放送の動画も好きだったんで、でも一番好きな配信者が、え、ゆいが、え、ゆいが人気でしょ、ゆいがだってキーボードで怒るんだよ、はいはい、あめっちゃ面白い、ゆいが好きですね、ゆいがすごい、とてもユーザー、ゆいがはだってなんか不良ですごい人だって自分で言ってた、はいはいはい、本当かなと思って見てたんです、免許持ってないのにセルシオ乗ってるって嘘つく人なんで、それが面白いですね、そう面白いです、ゆいが藤沢だなっていう名前で、よかったね、とってもゆいがに会ってみたいんですよ、ゆいがに会ってみたい、言わない方がいいです、本当来ちゃうんです、あれやばいやつ、あでも本当、いやでも面白いやつ、面白いやつなんですけど、たまにちょっとスイッチ入っちゃう、ゆいがの言ってることは8割嘘だって聞きました、でもまあそれが面白いんで、エンターテインメントです、はい、ですめっちゃ喋るやん、めっちゃ喋るやん、いやもうあ、よかったね、よかった、さあ今からですね、今日始まりまして、ね、なんとですね、今日はリンクなんで、まあ、予防してくれて、まあ忙しいからじゃない、皆様、本日はご多忙のところ私たちの結婚式へご参列いただきありがとうございます、この場をお借りして私を育ててくださったご両親へ、お母さん、32年間女で一つで私を育ててくださりありがとうございました、これまで大切に育ててくれたお母さんの元を育つ寂しさはありますが、これからは翔太さんと一緒にしっかりと歩んでいきます、どうぞこれからも絵を持ってください、では進藤
ヘズマクユです。皆様に本日のお気持ちを、手紙に、お伝えいただきたいと思います。お父さん、お母さん、産んでくれてありがとう。周りを見回してほしい。今日ここにいるメンバーは自分の仲間です。残念ながら来れなかった人もいるけど、自分はこの景色をお父さんとお母さんに長年見せたかったです。炎上して友達がおらんくなったけ、見てもらったら分かるように、この場所には昔の友達は誰一人来てねえ。悲しいけども、過去には戻ることもできんし、今の出会いも素敵やから、それを大切にしていこうと思う。まあ、最後になったけど、しーちゃんと出会って俺本当に良かった。幸せな家庭を築いていこうと思う。今日は本当お父さんお母さん来てくれてありがとう。これからも迷惑かけながら頑張ります。ありがとう。ありがとうございました。ただいまのご挨拶をもちまして、お二人の、結婚披露宴をお開きさせていただきたいと思います。ケンタ君、シーちゃん、本日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。それではですね、ケンタ君、シーちゃんは、一足先に進みたいと思います。お二人にとって新たな人生の第一歩、皆様どうぞ今日の一番大きな祝福の拍手でお見送りよろしくお願いいたします。本当に今日はおめでとうございました。ご結婚おめでとうございます。もう早っ。
私はいつまでもやりますのでよろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。